はい、ということで、はい、もぎたてバナーディールでございます。一応ご挨拶しときます。はい、はい、ではいつものをやりましょう。はい、バナディールの冒険者の皆さん、こんばんは。 FF11 プロデューサーの松井です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。はい、今日はサンドリア所属です、ディレクターの藤戸です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてコミュニティチームの望月です。どうぞよろしくお願いします。イエーイ。はい、ということで第2部なんですけれども、はい、この第2部ではですね、うん、電撃の連に寄せられた皆様からの質問に、うん、なんと松井さんがお答えしちゃうというところで答えちゃう、タイトル藤戸くんもいるよ。答えられるものは答えてくださいね。ただ便宜上タイトルは松井さん限定になっておりますので。あ、はいはいはい、いいですか。自分ねこれ PC 持ってきたんですけど、なんかねやばいことあったらこれ見て喋るんでぜひお願いします。はい、はい、フォローします。はい、ということで題して教えて松井 P。 はい、ということで今なんかスッとなんかテレビ番組感ありますね渡されたこの謎の箱、ここに質問がねいろいろ入ってるんですって。なのでここから1個引いて、うん、それに出たものをお二人に答えていただくと、はいはい、いうことなんですけれども、まあ、時間もね、うん、そうね、何分まででしたっけこれ。なんかあんま時間ないんですよね。30分ぐらい、なのでテンポよくいきたいと思います。ということで最初の質問からです。はいよ。おはは、うん、無難な質問ですね、うん、読んでください。読み上げます。開発当初のイレブンチームの様子を教えてください。もう質問は無難かもしれないですけど、開発当初はあんまり無難じゃなかったですよね、はい、そうですねさっき話にもありましたもんね、うん、そうですね。我々って言い方がいいんですよね。聖剣チーム と、はい、とクロノクロスチームと、はい、あと大阪は1チーム2チームだった。いやもう大阪全員っすよ。でだからその時走ってたのが武蔵伝チームとそれからパラサイトイーブ2チームだったんですね。じゃあ2チームなんですね。そうですね。そう、そういう感じで集まったんで、うん、でその前までにね作ってきた、うん、仕事のスタイルっていうのは、あ、そうそうそう、やり方がね違うんですよ。で大阪のから来た子は東京組のやり方わからんとか思ってる。いやもう本当びっくりしましたよ。なんか大阪組、自分はそうです、うん、で大阪はプログラマーさんがすごく多いで、プランナーがもう数えるほどみたいな感じで、でだいたいプランナーとプログラマーさんとこうワーワー言いながら決めて実装してっていうトライアンドエラーをやってみたいなことをやってました。で東京に来るとですね、なんかイベント班バトル班みたいな感じで班があって、あ、細かくなってる。うん、細かいんだけど中にいる人めっちゃ多いの。10人10人みたいな感じのすごい規模になってて、なんでこんなプランナー多いのとかってすごい最初驚きましたよ。そしたらなんか謎の言語を使っていろいろ作っているっていうんでそれがねエーテルっていうんですよ ね、うん、そうですね。そうそう、結局っていうか大阪の人から見たら東京ってひとまとまりだったかもしれないですけど、東京組は東京組でやっぱ黒のチームと聖剣チームって全然文化が違って、特に聖剣はその河津組からのチームなんで、結構ねプランナーがねガシガシ書くんですよ、プログラムだったりなんだろう、うん、でそれでプログラマーも少なくて、なんていうのかな、コアなところをすごいやる感じで、黒のチームは僕のイメージだとその、まあ、プログラマーさんもいるんですけど、やっぱりデザイナーさんがやっぱり多かったから、そういう意味では一番その大人数でゲームを作るっていうのに慣れてたっていうのかな、うんうんうん、そういう部分で一足先を進んでいるところあったけど、うんうん、こう僕らって仕事振られたらもうそれぞれ各人が勝手にやっちゃう感があったのが、うん、ミーティングで結構ね、こんなにミーティングやってたら物作れねえじゃんって思ってたことがありました。ありましたね、うん、で深夜勤務になったんですよね。その話はまあそうですね。そうですね、まあ、はい、はい、まあ、もうなんか僕はそのゲームを作ってる時にはいなかったので、ちょっと後、うん、まあ、サービスが始まる時に来たんで。どうでした。まあ、もうなんかでけえチームだなっていうのと、上司の方がちょっと先に行ってたんで、その上司からは
いやー開発は怖えぞと散々脅されていたので、うん、その怖い怖いっていうイメージで見たらもう全然っていうぐらいよくして、まあ、当時はくださったって思うぐらい、その僕はただのプレイヤーだったから、そのスクエアのゲームが大好きだったし、でその作ってた人が目の前にいるっていう気持ちがあったんで、割とそういう意味ではおー神よっていうの当時はありましたね。だからかいや今は別にないってわけじゃないですよ、うん、どっちかっていうとそのなんだろうな、やっぱ仕事なのであんまりミーハーじゃいけないとは思うんですけど、はいはい、入った瞬間っていうのは、まあ、若かったこともあったんで少なからずそういうのはあったかなとは、うん、思いますね。まあ、やっぱり憧れみたいなものとかね、自分だってあの今の会社に後から入った、まあ後から何言ってんだろうね転職してこの会社に入った時とかは、うんはいね、やっぱその時はスクエアだったので、うん、あの FF って言ったらスクエアと言ったらもうすごい人たちの集まりみたいな、そういう印象がすっごい強かったから、うんうん、自分から見て例えば坂口さんとか田中さんとか石井さんはやっぱり神だったんですよ、うん、それと同じだと思うんですよね。そうそうそう、松井さんはもう神中の神だったんですよ。神中の神ですよ。あのこんなそばでなんかバトルがとかってすごい言ってる人がいて、おおこの人すごいぞとかっていうのがあのイレブンチームだったっていう感じですね、はい、あでも一番最初に大阪組合流に来た時に、まあ、ざっくり話をしてたらこの子とこの子バトル向きだなって目をつけた2人のうちの1人が藤田君だったんですけどね、だからその日のうちに飲み行こうっつって行きましたねなんかループの話とかしててね、どこで判定を割り込みがとか、ね、プログラマチックなことすごい言ってたら目つけられたっていうなるほど、ね、でもバトルの仕事はしてないっていうね。そうですよね。そうですよ、自分はあのシステムを作りたかったのでチャットとかほら、うん、あのあちこちでやりましたって言ってるんですけど、その担当する班がないんですよ、イレブンチーム当時システム班っていうものがなくて、でとりあえずどこに入っとく、うん、じゃあイベント班に入るかみたいな話になって、でイベントも作りシステム作りみたいなことしてたらどん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 溢れてきちゃって、あれっていう俺何やってんだろうっていう時期がありました。そうですね、まあ、昔のスクエアって基本イベント班かバトル班2つに分かれていて、うん、あのレベルデザイン班みたいのはなかったんですよね、うん、だからレベルデザインの小川さんとか、まあ、もう一人言われましたけど、まあ、イベント班所属な感じですかね。そうですね、で、そういうマップの方の設計をするみたいな感じになってます。今はもうだいぶ変わってきてますけどね、うんうん、しゃべりすぎたな。いやしまった、俺ね、巻きでって言ってたのに、ね、どこで止めようかなって思ったんだけどこれどこまでも掘り下げられるなとも思ってました、うん、じゃあそろそろ次行きます。次行きましょう、はい、はい、あれなんでホーチキスつながってんのそれ。次に2個つながってんだけどなんかどういうことかな。うん、はい、行ってみよう、はい、ははなんか引っ張るね、かわいい絵。ああ、2個続けて聞きなさいってことか、はい、分かりました、はい、1個目が、うん、エンピリアン装束を調整する予定はありますか、うん、はいはい、ね、ああですよね、ああですありますか、予定は未定で決定ではないみたいなね、いい言葉あるんですけど、多分ね、この設問じゃない時の方がいいと思います。わかる本当、はい、でもう一つの方は、あ、それ聞いてからってことでしょ。あ、もう一つ、はい、もう一つはね、既存のコンテンツを調整する予定はありますかって。 OK、語りましょうかまあその辺はディレクターからかな。やります、はい、やりますやります、ただはい、すぐじゃないので、あのほら今まだ大バージョンです、やっとおウェーブ3入れたぜって言ってるような状況なので、うん、これはもうちょっと後でやります。ただますあのやらないという選択はもう取らないようにしようと思ってるので、これに関しては、うんうん、なのでやります。で、なんだっけ、とりあえず既存のコンテンツを調整する、はいはいはい、シニスタな話、もう言っちゃいましたねとりあえずね、あの、うん、既存のコンテンツをテコ入れしていきましょうっていう風な方針を我々持ってます。で、ベガリーインスペクターはそのエンピリアン装束の鍵ですよね、これクリアしないと強化できないので、
これじゃあちょっとやりましょうかと。でただその全然作り変えるっていうよりは、そのフラグをもうちょっとどうにか取れる道を開けた方がいいんじゃないのっていうふうな議題で話していて、でそのフラグをなんとか少人数とか、ソロはちょっとまだ検討中なんですけど、取れるような道を準備しようというところで動いてます。はい、はい、あともう一個なんだっけシニスターレイン、あシニスターレインか。シニスターレインはあの欲しい名とかあと装備品を落とす敵のルートを引かないとそもそもあのチャンスないんですけど、それもこいつと戦いたいのでここに行くっていう風なその指名制度を持ったルートを作ろうかというふうな話をしております。はい、それが一番直近ではあの話をしているコンテンツですね。はい、そういうことも合わせて、今後の展開っていうのをちょっと方針づけていこうかなと考えております。はい、はい、ありがとうございます。はい、言い切りましたね。うん、だってほらここでぼんやり言ってもしょうがないかなと思って。そりゃそうよ。うん、言っとこ。だから言うって言ったろさっき。うん、分かりました。うん、はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次でーす。はーい、あーよく覚えてんなこんなこと。パッチの、ん？違う、パッチ、これ、パッチ報告のって書いてあるけど、パッチ報告って言い方はねえんだけど、まあいいや。パッチ報告のホゲホゲの問題は回避したというテキストは誰が考えていたのでしょうか。でもさ、パッチノートで俺、〇〇の問題は回避したって書き方したことないと思うんだよね。で、唯一、あの、バージョンアップのテキストって書いてるの、あのコミュニティチームなんですけど、それで唯一その自分がチェックをこぼしてやっちまったなって後悔してるテキストが1個だけあって、うん、パッチノートのテキストが正しくなかった不具合を修正しましたみたいなことをなんかね不具合告知かなんかのテキストで出したことがあって、あれ出た後にねもうなんか会議に行ってたかなんかで見れなかったんだけど、すげえ後悔してか、こら、そうじゃないだろっていうのは当時言った覚えがあるんで、まあ、うん、すいませんと。大体コミュニティチームが悪いですね、告知系の文章はね。なるほど。はい、まあでもね、最近って言い方変ですけどね、すごい念入りですもんね、ずっとね。いやいや、めちゃめちゃ念入りですよ、本当に。ね、なんでその時だけこぼれたんだろうね、うん、いや当時の自分をちょっと殴ってやりたいですねそういう意味ではね。そう、あのちなみにパッチノートって最初に自分たちで書いた後に開発チームにもちゃんとクロスチェックをお願いしてもらったりとか、うん、あるいはその品質管理をしてくれてる QA チームにチェックしてもらったりっていうので結構多重に走ることは機構にはなってるんですけど、まあうまくすり抜けるものっていうのはあるんですよね、ゲームの仕様と一緒で ね、すごくこうちょろっと書いてあることだったりするとね、はい、うん、目が滑るね。そうそう、目が滑っちゃったりはします、うん、あ、不具合治ったのか、よかったよかったってね。そういうことです、そういうことです。治りました、よかったよかった、全然良くなかったけどね。、うん、次に行きましょうか。はいはい、おお、あ、そうそう、こういうのがいいと思います、うん、ジョブ調整について詳しく教えてください。あ、来たこれ。あの、まあ、詳しくはまだ難しいんですけど、うん、あの、何ですか、今回ダイバージェンスのが一つきり見えたじゃないですか。で、まあ、あの強くなるので一番心配だったのがそこだったので、今度はまたジョブとかをねやっていこうかなと思っていて、だ今までのジョブ調整って例えば不遇なジョブですよとかそういうところに修正を入れるっていう方向だったと思うんですけど、まあこれからはねちょっとしばらく皆さんに何もジョブの手入れをしなかったこともあったので、強いジョブにも強いなりの何かっていうかをやったりという全ジョブをゆっくり時間をかけてまんべんなくこれからずっと調整していこうかなと思っています。それがまあ大方針という感じですかね、はい、うん、具体的なことはちょっとこれからなんですけれども、まあっていうのもやっぱりね、あの装備品の強化とジョブの強化強化を同時にやってしまうと思いもしないことが
起こるっていうのは私のね、うん、16年のこの運営の経験いろいろありましたからね経験であるので、そういうわけではね、ちょっと皆さんにとってでもちょっともどかしいかもしれないけど、そこは待ってください。あの強くしすぎて皆さんを喜ばした後でごめん弱くするはなかなかやりづらいのでそこだけはちょっとご理解いただけたらなと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次行きます。お、また次2個ついてんじゃん。 あらまあ、なんだこの2個付きは何個かあるんですかねじゃあ1個目です。松井さんのプロデューサーとしてのお仕事はどんなことをされているんですか2個目、タタイトルとのコラボをもっとやってほしいです。オペラオムニアにアジドマルジド。あ、プロデューサーの仕事だからってことで多分一括りにされたの。なるほど。普段どんなことされてるんですか。ああ、それは普段は結構ね、アンバス作ってたりするんで、プロデューサーの仕事プロデューサーじゃねえなアンバスは開発の仕事なんですね。そうですね、うん、まあ、まずこんな感じでオペラオムニアみたい、あ、まあ、オペラオムニアオペラオムニアには限らないんですけれども、うん、まあ、いろいろなところとコラボやっていると、やっぱりね、このお借りしてるキャラクターですからおかしくないですかっていう問い合わせが来たりして、うん、それのチェックをねやったりとか、まあこういうコラボしましょうよっていう話をさばいたりとか、うん、あとまあその起訴とかはお金の話をしなきゃいけないですね。起訴期末はお金の話をしなきゃいけないんですけど、それはここで皆さんにお話ししても面白くない話なのでやらないですっていうだけで一応してるんですよ。あとね、なんでそんなやってないかのような言い方してないとは言ってないですよ。どんなことをされているんですかっていう。そうですね、あとは会議とかですよね、まあ、あんまり好きじゃない会議なんですけど、まあ、この年になると僕は出ていくと意外にちゃんとまとまったりとかね、あの向こうが折れてくれたりとかありますし、聞いた聞いてないって話をなくすためにもね、会議にはまあ出なきゃいけない、まあ、減らしてっては言ってるんですけど、そういう感じですかね。まあ、会議多いですよね。それは本当に、ね、好きですよね、みんなに、ね、はい、あれでアウトロックがねいけないね、あの30分とか1時間単位で取っちゃうじゃない。そうで、会議室がなかなか取れないからみんなちょっと多めに取るんだけど、はい、取った時間まるっと使うんですよね、みんなね。そうなんです。もう最初にないよって言ったら5分で終わればいいのにって思うんですけど、そういう、あ、ごめんみんなちょっと今ついてこれてなかったの。いや、多分そういうもんだよね、うん、そういうもんですよね。そうか、はい、すごいみんなうんうん言ってる。あるあるあるだね。あるあるなんですよ、これは。だから、うん、そうですね、はい、という感じです。はい、ね、会議減らそうね。そうですね、あとそうですね、コラボに関してはちょっとね、あの相手の話もあるんでね、うん、そうですね、ここでは断言はできませんけど、うん、時々 やりたいとか、キャラだ使わせてって話が来るんでね、ひょっとしたらこの後も皆さんにおー、あのキャラがなんていうご報告ができるかもしれないので、でもね、それをうちらから言っちゃうとほら怒られちゃうんでね確かにね、はい、お待ちくださいと。はい、はい、じゃあ次です。あ、うん、なんかいい塩梅にそのゲームへのリクエストとそうじゃない質問が行ったり来たりなんですけど、次はゲームのターンです。はい、魔法や召喚獣、アタッチメント、歌はもう増やす予定はないのでしょうか。しょうか。ね、はい、いけるやつはいけるし、いけないやつはいけないっていうふうにしか言えなくて、うん、なんでかって言ったら枠がもうないからです、うん、もういっぱいなんです。だから、はい、いっぱいなものはもう増やせない。で、何が増やせないんですか今。魔法はもう危険。危険？あ、無理。結構いっぱいいっぱい。どっちだっけ。もう無理ですね。無理ですか。だから、うん、使ってないものをリサイクルしたいんですけど、実はモンスターがその番号を使ってたりすると、うん、やっぱりとかあって、ある時一つにね、あの今まで大したことないモンスターの攻撃がね、何かに置き換わってすごい攻撃になってたとか。ああ、そうか。そういうことが勝てないっていうね。うん、そうですね。で、いくつかをまとめてくれっていうのもあるんですけど、はい、それってこう、でもそれを所持したっていうフラグまではまとめられないのでね、なかなか難しいなとは思ってますけど、ただできないできないじゃなくて、なんかいい方法がないかなとはこの開発スタッフと日々考えてやってますので、うん、あのこういうの欲しいっていうリクエストはね、あの、うん、欲しければ言っていただいた方が、あのなくなっちゃうと、あ、もうこれいいのかなってなっちゃうね。はいはい、そういう感じですかね。うん、なるほどね。
アブゾカリスなくせばいいのにねと思ったんですけどね。アブゾカリス、いらない。いや、いらないんじゃないかな。いる。まあ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 ちょっとね、いろいろ、いろいろ。アブゾカリスだけはなんかほら、うまいことモンスターからも全部こうペッペッペッって。でもカリスマが攻撃に関係してるモンスターいるかもしれない。かもです、ね、かもです。大丈夫。まあ、これは俺の方が反対の悪そうだ。はい、次行こうか。次、あ、わかりました。次、次行きましょうか。はい、はい、はは、次です。はい、新しいマウントって何か考えていますか。うん、闇王さんの肩に乗って歩きたいです。すげえな、闇王の費用を見越してのアピールですかね、これはね。なるほど。闇王の費って、マウントね、うんうん、あるよ。闇王ですか。闇王はない。闇王はない。闇王だってそこら中闇王いっぱいみんな乗って歩いてるの考えてみなよ。無理でしょこれ。ちょっと乗ってる時はあーって言うんですよね。え。ねえ、みんな田中さんかなって思っちゃう。ちょっとね、闇王はさすがにあれなんですけど、はい、あのマウントはね、ちょっと準備してる。おお、ちょっとね、ある出しちゃう、やる。おお、というわけで、じゃあちょっと出してみましょうか。ざわ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 。すげーの用意してんじゃん。でもね、うん、まだねテストしてる最中なんですよ。グラフィックはこれで準備できたとしても、はい、実装するまでにいっぱい壁があって、それを今乗り越えようとしているところです ね、 そうね、うん、なので一応、まあ、なるべく実現はしたいという感じで今準備中です、ね、ここまで作っちゃったのね。あとは乗り物酔いだけなんとかすればみたいな、ね、それがねちょっとこう上下に揺れる系はそこが、うん、まあ、今言ったテストに含まれてるところなんですけど、実際は乗せようと思えば乗せられるんですよ。別にバグったように見えてもいいなら乗せられるんですけど。そうじゃないだろっていう話ですよ。わかるでしょ。ね、これはちょっとさすがにプロの仕事じゃないわみたいになってしまうといけないので、なのでそこはテストをして、はい、なるべくそうならないようにちゃんとしたものをリリースするように今準備をしているというところです。はい、というわけで何もないことないです。闇王は無理だけど。闇は無理。無理だよ。設定的に無理だよ。だってあれ笛吹いたら来るんだよ。まあね、はいとか言って。ないっしょ。、うん、確かに、まあ確かにないかな。うん、いろいろおねだりしてきたけど確かに闇王はねえわ。分かってもらえて嬉しい。よかった、うん、ありがたい。いや、とんでもございます。じゃあ先ほどの2つがうまくいくように。そうですね、はい、祈っておりますので、はい、ご期待くださいということで、はい、はい、まだ時間大丈夫ですか。大丈夫、はい、じゃあ次いきますね。はは、最近ボットを見ませんが何か対策を取ったんですか。ボットね。ボットをボットを見ませんがっていうのもまた主観的な話だなとは思う。今読んでて、うん、これは俺を陥れる罠なんじゃないですか。いや、でもね、うん、皆さんご存知かどうかあれなんですけど、スペシャルタスクフォースっていう特別なそういう業者対策を行うチームがあるんですけど、彼ら今でも積極的に動いていて、で最近もっと具体的な数値とかもバンバンこっちに来るんですけど、明らかに摘発数がいい感じになってきていて、これ効果出てるんじゃないかなっていうのは数字の上では見えてます。ただそんなすぐに見つけた、よっしゃっていう感じのそういうレスポンスでは無理なので、これフォーラムの方でもちょっと自分書かせていただいたんですけど、裏付けを取ってその上でアカウント対策するので、
ちょっと時間やっぱかかります。なんで通報したのにあいつまだいるとかって言ってちょっとこう見つけたみたいな感じで喜んでツイートとかしないようにしてくださいね。で、STF への直接の窓口もあるのでそちらに言っていただくとかなり効果が高いです。なのでここは皆様見てる方もできればご協力いただきたい。でその STF からコメントがね今日届いたんですけど、もう12年が経過しようとしていますと。でこれまでに凍結した何十万というアカウントを踏み越え今も変わることなく活動は続いていますと。何十万単位ですって。でできるだけ頑張りますのでよろしくお願いしますということでコメントが来ております。で STF に物申すことがありましたら同じメールフォームでメッセージをいただければ幸いですということなので担当からもこういう言葉を伝えてくれというふうな感じで預かってきましたので皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そうか STF ってもうできて12年経ってるんですね。そうですね。あ、長いですね。もち大変だ。あと5分くらいしかない。嘘、大変だ。え、大変だよ。どうしよう。ちょっと皆さんに書いてもらったやつ。そうそうそう、そうね、それもねいっぱいあるんですよ。うん、さっきねアンケートを皆さん書いてくださったやつの中からもちょっと持ってきたんですけどね。じゃあテキパキいきます。うん、はい、ちゃちゃっといちゃちゃっといきますよ。一言で答えてくださいね。はい、ちゃんと儲かってますか。儲かってます。はい。ありがとうございます。箱開けバトルフィールドのミミックは勝てる設定ですか。はい、うん、勝てないようには作ってないですけど強いです。まあ、強いですよね。うん、ミミックの ロジックを知ってる、まあ、弱いミミックの方を知ってる人はそれが強くなった番だと思っていただければ勝てるかどうか分かんないですけど勝てないようには作ってない。なるほど。はい、はい、はい、次。今でもプレイヤーのブログって読んでますか。めっちゃ読んでます。読んでますね。超読んでますよ。これ結構読んでますね本当にね。うん、はい、なので刺激になりますね。あ、さっきの質問と似てるやつだ。コラボや FF 系の他の作品に、うん、11代表で出るのはなぜシャントットばかりなのでしょうか。トリオン王子にも出番を。一つは、はい、シャントットってFF ファイナルファンタジーシリーズ公式のボイスの人が決まってたっていうのあるじゃないですか。はい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 。だからどこのプロジェクトもシャントットっていう指名をする。うん、で我々も営業活動をしまして、ほら今度リリゼットエミリーさんになったよみたいなね。はい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 。こうそれがもう FF 公式になりましたね。そういう感じで他の子たちも営業で売っていこうかと思ってます。そうですね。はい、まあ、トリオンかどうかは分かんないけど、トリオンは ねちょっとハルバーとセットとかだよ ねだからキャラが立ってる方が強いっていうのはありますよね。シャントットが伸びたっていうのは当然声優さんもあるでしょうけど、はい、ね、作りやすいですもんね。あんだけぶっ飛んでるとね。はい、はい、じゃあもうしまい、もうちょっといける、締めにしとく、うん、まだ大丈夫、まだいけますか。はい、一番プレイしていた時期はプライベートで1日何時間プレイしていましたか。12時間ぐらいしてた。なんかね、もうずっとなんかってなりながらやってましたよ。もうずっとカブトムシやってた。ガルレージュ？ソロムグかな。ソロムグ、ああ、くぼんだところに、うん、あそこでずっとパーティー行くんで、ずっと交代交代でやって、もう死ぬかと思った。そんな時期があった。うん、ありましたね。今はね、さすがにちょっともう帰ったら寝る時間みたいになっちゃって。ログインキャンペーンよっしゃっていう感じかな。これはちょっと申し訳ない。ちゃんとプレイする時間を本当は確保しないといけないんですけど、なかなか、まあ、今忙しいっていうのはありますからね。タイミング的にね、そこまでちょっとできなくてごめんなさい。落ち着いたらぜひ、うん、ただ他のメンバーはねガチでやってる人たちが、さっきの谷口さんとかすごいですよね。そうそうそう、マジあの人とかね、あと隣に座ってるイベント担当のエイジさんとかね、はい、そのフォルトナさんとかね、うん、ガチですよあの人たち、怖い、うん、ガチだよね。ニルバーナ持って怖いって言わない。召喚のこと悪く言ったらムってこっち睨んで違いますよ。召喚はそうじゃないですとかすごい怒られる。すいませんとかって、はいはい、今ね次でラストよっていう質問が、あ、はいはい、了解です。来たんですけどどうしようかな。急ぐんで2問、もう1問すいません。はい、
今までの運営の中で一番サプライズだった嬉しい出来事は何ですか？何ですか？何ですか？これ嬉しいっていうわけじゃないですけどね、はい、うつせみたてですよね、やっぱね、驚いたといえば、まあ松井さんもうね、多分一番松井さんの思い出深いといえばそこでしょうね。あれはねすごかったなと思います。プレイヤーさんのねブログとか見て、はい、今回は張り替えで事故ないなと思ったら、トイメンの暗黒さんがいいタイミングでスタント泣いてたとかね、泣けるわみたいな。そっか、これはもうプレイヤースキルなんだからもうなって思った。いや当時ね、自分よくあれ張り替えできたと思いますもん、うん、そう。いや最初これ事故るからいいですよこのままでっていう温度だったんだけど、うん、はい、それをちょっとね長いこと置いちゃったんで、もうこれは塩だ、塩なんですよって。なるほど。やめなしと。でもね、やったったっていうと、うん、僕はトリートスタッフがあってね、デジョンが撮ってもらうから、 あれね、デジョンはあの期間だけでも、その期間って、はい、実装中には来ないから、うん、時計を動かしたりとかできないんですよ、サーバーの時計って、はいはい、だからプログラムのコードの方を開発期間中に動かして、それを戻したときに戻す、うん、ミスったんね。あ、だから僕はサマータイム反対です。そこかい。、はい、すげえタイムリーなネタぶち込みましたね。新国技館も近いこの場所で言うっていうところはなかなか ね、なかなか、ね、なかなか、うん、ありえないっすよ、はい、絶対。ですよ ね、 ね、はい、ね、まあ、プロデューサーがこう言うから ね、じゃあ最後に本当に、はいはい、本当に最後の質問です。はい、20周年は何をしましょうか。これだけ最後に取っときたかった。そう、はい、いや、またこうやってね、皆さんと会いたいな。でもこれ20周年じゃなくてもやりたいよね。明日でもいいですよ。明日か。何しよう、何しましょう。20周年、ね、あとだから4年ぐらいですか。4年か、オリンピックがもう一回あるぞみたいな。そうですね、オリンピックに合わせる、合わせましょうか。ハイパーバナリンピック、いや違う。こうダダダダダダってやります。ないな。まあでもそういう冗談を言いながら気づいたら20周年とかだといいですよね。そんな感じはする。今のままだとね、うん、日々こういろいろとやっていたらなんか20周年経ってたってなるし、その時にね、はい、もうこんなことよくできたなって なってんじゃないかなとか思って、うんうんうん、なってるといいな。大丈夫ですよ、まあ、あとたった4年ですから、うん、4年後にもうちょっとおじさんになってる我々がね、こうキャッキャウフフしてりゃいいんじゃないですかね。まあ皆さん ね、はい、ね、一緒に今度こそキリがいいっていう風な感じで言われる ね、うん、何かをしたいですね、はい、はい、ということで、じゃあちょっと時間を押してますので、うん、そろそろ茂木田出花流出張版というか、はい、第2部終わりたいと思うんですけれども、うん、松井さんと藤田さんに一言ずつご挨拶を。今日ご挨拶多いんですけどね。本当だよ、これご挨拶の分だけ質問に答えればよかった。ここでなんか変な締め方をすると釣りに困るパターンです。じゃあご挨拶なしにしますか。いや、じゃあこの後ね、はい、あるからいい。あります、ございます。もうちょっと続くんじゃよっていう。こういうところじゃないですけど、奇数月のパッチ前日にですね、はい、立てばなディールやってますので、はい、ぜひ引き続きそちらもご視聴いただければと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、以上もぎたてバナディールでした。ありがとうございます。